どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、ワンちゃんの運動が重要な理由は何ですか？はい、よく私はね、動画の中で運動って言っちゃう人だから、運動ってね、皆さんなんとなく大事なんだろうなっていうのって感じてると思うんですけども、健康上必要なことなんじゃないかなって私は思っております。日頃の運動っていうのが非常に大事で、やっぱストレスが影響しちゃうことが多いんじゃないかなと思っていて、運動すればするほど気性が荒くなっていく、そんなワンちゃんはいないと思うんですよ。とにかくやってあげればやってあげるだけ丸くなっていくっていうことは間違いないかなと思っていて、またそのエネルギーは低い分にはいいんですけど、高くなってくると何かしようってなってくると、ワンちゃんたちが家の中でどうしてもいたずらとかね、そういった方にねエネルギーが向きがちな部分ってあるんじゃないかなと思っていて、そこをコントロールするのにも、実は運動っていうのはエネルギーを調整する上でも本当に大切なんじゃないかなと思っております。なのでワンちゃんたちもやっぱり一日のうちに適度に体を動かすっていうことは非常に大事で、また体を動かす時間の短い子たちほどね、やっぱり問題を起こすことが多くなってくるんじゃないかなって個人的には思っております。もちろん熱量っていうのは個体差があります。なので運動をねある程度ねしなくてもね、熱量の低い子たちだったら平気なんですけども、高い子たちだと運動してても問題を起こすっていうことがあるんじゃないかなと思っていて、なのでお家の中で一緒に仲良く暮らしていこうってなってくると、運動量がイコールって言っても過言ではないぐらい密接に絡んでくるのが運動になってくるんじゃないかなって思ってます。もう一つがね、運動を取らせようって思ったりすると、例えばねお散歩に行くとか家の中で遊ぶとか、その他にもねいろんなこと出かけたりすると思うんですけども、体を動かす中でワンちゃんたちっていろんな経験もすると思うんですよね。それも含めて私はすごい大切だなと思ってます。イライラしない時にいろんな経験ができるってやっぱりすごい大事で、お家の中で吠えちゃったりする子たちの場合っていうのも、一番ってやっぱりストレスの面ってすごい大きいんじゃないかなと思っていて、中には確かに精神的に来ちゃってたりとか、こういうのでやっぱ吠えちゃうよねっていう子たちも少なからずいるんですけども、ただねそうじゃなくて、健康な子たちほどですねエネルギーを溜め込むと問題起こしちゃうよねっていう子たちは多いんじゃないかなと思いますので、ぜひね運動を取るっていうことをしてもらうのと、あとそれは1日だけじゃなくて習慣にしてもらうっていうことが非常に大事だと思っていて、寝る、遊ぶ、食べる、これだけはね貯めることができないんじゃないかなって私は思っております。1日ご飯をバーってたくさん食べたから、じゃあ3日ぐらい食べないでね行動できますか、そんなわけにいかないし、ワンちゃんたちもね寝るしね、これはもう絶対に必要なこと。その中で定期的な運動っていうのが満たせるだけで、実は性格的にもかなり違ってくるんじゃないかなって私は思ってますので、ワンちゃんと一緒に体を動かす、もしお散歩が苦手っていう子たちの場合は家の中で遊んでもいいし、飼い主さんが一緒に遊んであげるでも全然構いません。トレーニング好きな子ならトレーニングでもいいし、頭使うのが好きなら頭使うことでもいいんですけども、とにかくエネルギーを表に出してあげるっていうことをね中心にして考えてやってあげると、生き物としてもっともっとねワンちゃんたち整ってきて、家の中での問題や困ったことも減っていくんじゃないかなって思いますので、運動をとってあげるっていうことは私は本当にねワンちゃんと暮らしていく中で一番重要と言っても過言じゃないと思っております。皆さんもワンちゃんとの運動を習慣にしてみてください。はい、というわけでね、一緒に暮らしていく中でいろんなことやっていくと、ワンちゃんたちが落ち着いてくると、あ、こんなに素晴らしいものなんだなっていうのは見えてくるとね、継続ってしやすくなるんじゃないかなと思いますので、特にお家の中でいたずらしちゃうとか吠えちゃうっていう子たちですね、しつけトレーニングする前にまずは運動を増やしてみてはいかがでしょうか。